ごめん、ダメよ、ダメダメダメ。次は、あの、例の例のやつ作る。魚が嫌いでも美味しく食べれるやつ。いつも通りハーモネね。気になる人ここを触りて、ここが遠いもん。すごい、トロだトロ。でこれもさっきと同じようにこの赤骨を身が、ね、柔らかいけ、あまりぐちゃぐちゃ言ってなかったね。これで骨がない状態ね、それで大体何人前の、これ2人ぐらいじゃない。で、ここからちょっとここ長いけ一回こう落とします、これはこれでね、こんな感じで下ろしやすくして、ここからは切り身にするだけ。切り身をボウルに移していきます。ここに油が、油がありすぎたらこっちから切った方が、あとはもう食べれるぐらいのサイズに適当に切って、ちょっと炙るけ皮が切らない人は引いてもいいんですね。これ角からこうやって取ってて、切ってから炙る人もいるし、あのそのまんま炙る人もいるけど、切ってから炙った方がクリスマスディナーって言ってるぐらいの、1人1万もせないと思う。どんな作り方、でも大体店の基準にもいいけど、大体5000、8000円、大体どこが一番高い店だったら1万5000円かけにかで、ドリンク別でね。上味と下の色が違うね、これ、この色と。とても同じ魚から出たと思います、ね、さっき同じところだもん、こっちがハラミ、そっちの方が美味しそうだね、今こうやってやって、これを美味しそうだね、このフライパンにちょっと置きます、見える？ OK、 でこれをこんな感じで置きます、すごいので、置きます、ここで塩をちょっと、どっちでもいい、好きな人は多いし、で、すごいね、油が、ひっくり返します。好みでね、この油の加減は、焦げ目がついたのが美味しいと思うけど、あんまり安いと火が入るしね、こんなもんね。で、こいつを戻します。これはもうちょっと一回ここに待機、待機します。で、この料理に使うのは、昨日克服してきたばっかりのメキシコ風辛ライムと、あと、甘めのトマト、好みで、色で、で、あとこの半額シールは、なかったりとかしよう、自家農園で採れたリーフミックスサラダ、これちょっと洗っときます。ミルで、これは各自に入れてください。
レタスでもいい。レタスでもいい。何でもいいよ。なくてもいい。これですね。クリスマスにぴったりですね。ライムは薬品がついてるのでお湯で洗ったらいいです。あ、そうな。そうそう、やっぱレモンもそうだけど、うん、まあお湯で洗うっていうのがポイントです。残留農薬ですか。そうそう、で、ちゃんと拭いて、うん、でトマトはまああんま好きやないけど、まあ3つぐらいさっと一回作る、ね、あとハラペーニョ、これ、うん、なんとかっていう店に行ってます。カルディだろ、辛いのが好きなんで、大体大さじ1ぐらい、このスライムも全部使おうか。もうないけど、うん、クリスマスにぴったりですね。で、これがなくなりましたんで、これね、こんぐらい、うん、ちょっとこれ叩く前にライムね。で、これをまず適当にレモンと一緒みたいに切ります。大雑把に4分の1ぐらいに切って、うん、でトマトを取ってヘタを取って半分、うん、半分、これ色じゃけ。でハラペーニョはもう適当に、みじん切り、メキシコ料理みたいな、そんな。どこの料理？メキシコ、わからん。どこの料理っていうわけでもないけど、まあ、ただこれとこれとこれ合わせたらうまいだろうなと作るように。使うのが塩、うん、と胡椒、うん、と、うん、これオリーブオイル、うん、この3個だけ味は。へー、基本です。一回も測ったりせんでいいんじゃね。せんでいい。目分量の、まずボウル、うん、ボウルに、うん、まあ、切ったサワラを適当に入れます。うん、味見せんの。うん、さ、見える。うん、まあね、軽く塩入れから、胡椒、うん、ここでマッサージつけます。ね、で、軽くもみ、うん、うん。で、まあ、トマト入れます。で、ハラペーニョも適当に入れます。うん、大体、うん。これちょっと一回の綺麗な量でやるけど。で、まあ、リーフに入れて、うん、で、ここでこの今日のポイント、うん、ライム。これを4分の1ぐらい絞ります。うん、でもう一回上から軽く塩と胡椒と、でバージン、うん、オイルをかけます。これちょっと大さじ1か2ぐらい、うん、で、あえます。でこのサクサク、サラッと、うん、でこんな感じでもうドレッシングができる状態で、この中 で白ワインビネガーとかあったら入れても美味しいと思います。ちょっとだけ、うん、で、ボウルの皿にもうほんまに男の料理で、まず適当に引きます、うん、のさっと乗っけます、うん、ほんまだったらこの上になんかパセリとかあ、うん、った方がいいけど、まあこのシンプルに、めっちゃ美味しそう。前菜です。これがちょっと綺麗にして人に出すんだ。あ、届く、なんかこうで、うん、ね、これちょっとかっこいい格好つけたいならもうちょっと、でもう一回最後に仕上げのオリーブオイルを、うーん、これで出来上がりです。あ、もうちょい近づけた、もうちょい、あ、いいね。5分だね、こんな。そうなん。これで奥さんは喜びますか？喜びますよ。モテない男が作ったらモテるようになります。こんな。そうだね。すっげえ美味しそう。釣った魚で。ほんまね。
食べてください。ご視聴いただきありがとうございます。釣りに行きたくなった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、次の動画はこちらです。